こんにちは、国本佳代です。今回はイッチンとホタルデをやってみようと思います。3つ一応出ています。これは前回石膏型から抜いて、穴を開けて、確かストロー、ヤクルトのストローかなんかにで穴を開けて、その穴の中に一つ一つ色を入れています。おそらく透明油を中に詰めてやりたいと思っていたので、色を入れてみました。あと、色を入れてないところの周りは、土を持って、ちょっとお花っぽい感じに土を涙型に絞りながら出して、頭が大きくてだんだん細くなるっていうような形で、絞り出しています。もう一つのこっちのこうも何か白くなってるやつは、もうすでに穴の開いたところに色釉薬を、詰めて、多分最終的には構想としては透明油を全体にかけていきたいと思っています。この丸型のビスクにはもう穴が開けてあります。色を入れて、あとは一陣で線と点でオーナメントを作ってみたいと思っています。ベースになる色をこれから入れていくんですけれども、一陣盛りをする場合ベースに色が入れたいと考えた時には結構色はしっかりと、そして、一陣よりもちょっと大きくなるような感じ、線でも点でも大きく場面を作ってあげとかないと、一陣の効果がないので、ちょっと大きめに色を入れていますし、ちょっと濃いめに色も入れています。ベースの色が出来上がって、今入れているのは雪のような雪の結晶のような線っていうかデザインを作っています。線を引くときには、器自体をあまり立てない方が、その絞り出しのこの、フレンチディメンションってやつを立てないで、で、今点を打ってるところはギュッと絞り出すときにしっかり立てて、で、立てるのでどうしても先端ちょっと引くときに角がピョンと出ちゃうんですね。ですから今筆でその角を押さえました。ちょっと見てていただくと分かると思うんですけども、まっすぐ立てたものって結構ちょっと角がピッてホイップ状に角が立ってしまうんですね。ですから筆にちょびっと水をつけて頭を押さえてあげて丸くして、そういう風に使ってみるといいと思います。で、今ちょうど線を引いてますよね。点も打っています。線を引くときはちょっと斜めにしておかないと穴が詰まってなかなか出なくなってしまうんですね。で、ちょうど今ディメンションの量が減ってるのかもしれないんですけど、しっかり押さないと出てこないんです。ですからしっかり握って点を打っています。で、やってる最中に、いっぱいこう球体のものにこう半乾きのものっていうんですかね、ちょっと乾かないものをやるときっていうのはもう本当に持つのが大変なんですね。持ち方間違えるとせっかくこう綺麗にできたっていうところがこうずれてしまって、他のところにベタベタついちゃって大変なんですね。ですから持つっていうことがとても難しくなります。特に最初はいいんですけど、最後の方がどこ持っていいのかわからないというような状態になってしまいますので、皆さん気をつけて落っことさないようにやってみてください。全体が出来上がったら今度乾かすのにもちょっと工夫が必要です。ベタッと置くことはできないので、ちゃんとこんな感じでやってみましょう。ある程度一つ出来上がりました。今度ホタルデです。穴の開いたところに今透明油をこう筆にとってポヨンポヨン、まあポヨンポヨンっていうのが一番正解かなと思うんですけど、垂らし込んでいます。今こう一
回入れてそれが落ち着くと少しへこみますので、もう一度こう入れて全体が平らになるように、こうなるべく平らになるように少し盛り上がるぐらいかな、あのようなイメージでちょっとこう筆で取って穴を埋めています。これが結構時間がかかってめんどくさい作業なんですね。とてもめんどくさいです。ですから途中で落っこどさないように、この手つき、こう乾いてるところをしっかり持って置いています。はい、見てくださいね、詰まってます。これ後で綺麗にしてから釉薬をまたかけたいと思っています。フレンチディメンションには何色か色がありますので、ぜひお試しください。最後までありがとうございました。